2024年夏休みの絵日記ウニソントゥーム8月14日水曜日貨幣博物館に行ってきましたお金の始まりから今現在のお金までの歴史が書いてありましたあと昔のお金の重さを体験できるところまでありましたこんなにすごいところのになんとお値段0円ですすげーですねただ 残念なことがあり時間が足りませんでしたちょっと早めに来ることをお勧めしますと昨日あったことを思い出しました